新たな舞台、トベゼンアーティスト、東京ドームライブが決定。多様性と繁栄を求めて、こんにちは、音楽愛好家の皆さん、私はあなたにこれを言いたいです。岸優太、平野紫耀、神宮寺優太がナンバーアイとして新たなスタートを切り、待望の初ライブがついに発表された。興奮が続く中、コミュニティの視点と社会的影響に焦点を当て、新しい視点からこの楽しい瞬間を探ってみましょう。 この重要な発表は、事務所全体の最高責任者である滝沢秀明氏が設立したトベに所属する全アーティストが出演する初のコンサートを東京ドームで行うというものです。これはまさに、多様なジャンルや才能が一堂に会し、音楽の新たな可能性を切り開く重要なイベントと言えるでしょう。トベのメンバーたちは、これまでキンプリとしても活動を通じて築いたファンとの絆を胸に、新たな挑戦に臨んでいます。 ファンクラブ会員に向けて発信されたメッセージには3月に開催されるドームライブへの期待と興奮が溢れています。これまでとは違う形でアーティストとファンが交わる瞬間に期待が高まっています。ドームライブの発表からネット上では様々な感想や惨事が寄せられ、ファン同士のつながりが一層深まっています。このイベントがファンコミュニティ全体を活気づけ、交流を促進していることは言うまでもありません。 滝沢社長が自身の X を更新し、新たな番組の告知を行ったことも、ファンにとっては期待感を高める出来事となっています。これにより、ファンはトベに関する新しい情報を求め、コミュニティ内で話題となっています。滝沢社長の行動が、ファンとアーティストのつながりをより一層深めていることは明らかです。最後に、ファンが感じる喜びや期待、そしてユニークなコメントがネット上で広がっています。 これまでの経験や予想、そして新たな試みに対する考えが、ファン同士の共感を呼び起こしています。ドームライブに向けての期待感だけでなく、ライブ以外の新しい試みに対する興奮も広がりを見せています。このように、トベゼンアーティストの東京ドームライブの発表は、音楽の枠を超えて多様性と豊かさを求めるコミュニティ全体を活気づけ、社会的な影響を生んでいます。これからのイベントや発表が、 ファンとアーティストの関係性を一層深め、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいくことが期待されます。皆さん、ドームライブの興奮を分かち合い、これからの展開に期待を寄せましょう。まず、ドームコンサートの発表に対するファンの声が上がっています。ライブまでの短期間での準備に関して心配の声も上がっていますが、それでも多くのファンが喜びと期待に胸を膨らませています。これまでのジャニーズ時代の楽曲をト辺がどのようにアレンジし、 新しいエネルギーをプラスするのか、興味津々ですね。また、練習生たちや新メンバーに対する期待も高まっています。過去のジャニーズジュニアのように、練習生がステージに立つことは、ファンにとって新鮮で興奮の要因となるでしょう。この新しい展開が、アイドルグループの新たな扉を開くきっかけになる可能性も考えられます。匂わせに対するファンの反応も興味深いものとなっています。 滝沢社長が自ら匂わせに反応する姿勢は、アーティストとファンのつながりをより深め、ファンの期待を高めています。こうしたコミュニケーションが、ファンコミュニティ全体の盛り上がりを生んでいることは言うまでもありません。最後に、トべの新たな舞台が音楽シーンにおいて何をもたらすのか、楽しみで仕方がないですね。彼らのドームライブが成功すれば、これまでのアイドルグループにはない多様性や革新性が注目を集め、 音楽業界全体に新たな風を吹き込むことでしょう。緊張と期待に満ちたこの瞬間をどうぞお楽しみください。トベゼ前アーティストの未知の可能性にファンの心は震えています。これからの動向がますます注目されますね。